はい、どうも皆さんこんにちは、ダーマオです。今回はコスパ最強ナンバーワンなのはもう当たり前で、本当にこの素晴らしいとしか言いようがない、まさにこのレビュアー泣かせのイヤホンを紹介します。それがこちらのイヤーファン AirPro4、 ハイエンド並みの機能なのに1万円以下という価格破壊の完全ワイヤレスイヤホンです。イヤーファンといえばコスパが非常にいいブランドとして有名で、使ってる方もかなり多いと思いますが、 AirPro4 は僕の中ではイヤーファンで最も高音質でハイスペックな完全ワイヤレスイヤホンですね。まずノイキャンはなんとマイナス 50dB とかなり強力で、この価格帯ではトップクラスの強さを誇っています。マイナス 50dB ってなかなかなので、これだけ強力なら大半の方が満足できると思います。そして音質や遅延に影響するコーデックは、前作の AirPro 3で非対応だった LDAC にも対応したので、多くの Android スマホで高音質を楽しめるようになりました。さらに AptX ロスレスにも対応したので、 CD と同等の 44.1kHz 16bit の音源をロスなくワイヤレス再生することが可能となりました。ロスレスなのでデータ的には有線と同等の品質と言っていいくらいの情報量ですから、もう本当にこの明らかに価格以上の音質にはなっています。そしてなんとね、超最新の技術オーラキャストにも対応で、もう本当にこの3万円から5万円クラスの完全ワイヤレスイヤホンと全く遜色ないレベルですから、他のブランドが泣いちゃうレベルですよね。まさに価格破壊、この市場破壊的なインパクトがあるイヤホンなので、もう大半の方に対してこれを買っておけば間違いないよねって断言できてしまうクオリティですから、ぜひチェックしてみてください。では詳しくご紹介していく前に、これからもねイヤホンの紹介をしていくので、チャンネル登録をよろしくお願いします。パッケージはいつものようなイヤーファンらしいデザインになっています。開けるとこんな感じになっていますね。付属品はまず充電用の USB Type-C ケーブルが1本、そしてイヤーピースはなんと5サイズ付属します。では充電ケースを見ていきましょう。カラーはブラックなんですが、濃いめのネイビーのような色合いで、結構落ち着いた品のある感じに見えますよね。アップで見るとキラキラとしたパール感のある質感に、光沢感のあるイヤーファンロゴがアクセントになっていて、ビルドクオリティも全く悪くないのがわかるかと思います。僕の手のひらに乗せるとこれくらいの大きさで、ケースはね触っても指紋がつきにくく、角は丸いので手にもしっかり馴染むようにはなってますね。そしてケースを開けるとこんな感じになっています。非常に素晴らしいなと思ったのが、ケースの内側に大きな LED が搭載されていて、ケースにしっかりセットできている場合に点灯するようになってるんですよね。よくケースにしまったつもりがうまくセットできていなくて、スマホに接続されっぱなしだったなんていう経験あると思いますが、これならしっかり目で見てもセットできているかわかるので、この価格でこの気遣いってすごいですよね。本当に感心します。イヤホン本体はこのようなスティックタイプになっています。スティック部分もメタリックな質感と光沢感で、安っぽい感じもないと思います。では前作の AirPro 3と FreePro 3と比較するとこんな感じです。 AirPro 3と比べるとケースは少し大きくなったようには見えますが、より直線的なデザインになっていてスタイリッシュに見えますよね。 FreePro 3はコンパクトが売りなモデルですから、比べると AirPro 4の方が結構大きく見えると思います。 AirPro 3のイヤホン本体と比較するとこんな感じです。 AirPro 4はハの字に収納するようになってますし、ケースも横に大きくなったように見えますね。デザインはそこまで変わりませんが、若干スティック部分が AirPro 4の方が短くなったように見えます。では実際に装着してみるとこんな感じになっています。耳に入れてからこのようにね、少しこうやって回すことでしっかりフィットする部分が見つかりますから、自分で調整しやすいのも魅力ですね。しかも前作のイヤープロ3はイヤーピースが4つ付属だったのに対して、エアプロ4は5つ付属しますから、男性でも女性でも幅広い方に合うように配慮されてるのもいいですよね。もちろん頭振っても全然落ちないのがわかるかと思いますし、もう落とそうと思っても落ちないくらいの安定感がありますね。防水性能も IPX5 あるので、ジムなどの運動時でも安心して使えますね。それから再生時間はイヤホン単体で最大11時間、ケース込みで最大52時間も使えます。52時間って結構長いですよね。前作の AirPro 3がイヤホン単体で最大9時間、ケース込みで最大45時間ですから、そんなにね大きさは変わってないのに再生時間も結構向上してます。もちろんワイヤレス充電にも対応なので充電の手間も少ないですから、再生時間に不満を感じる方はほぼいないレベルでしょうね。それから音質についてですが、今までのイヤーファンのイヤホンいろいろ聞いてきましたが、イヤーファン史上一番音質いいですね。イヤーファンといえばやっぱりこの迫力がしっかりある音質が特徴で、ロックや EDM をノリよく楽しむのには全然いいんですけど、やっぱり繊細さを表現するのはちょっと苦手だよねっていう感じでしたが、しっかり細かい表現までできる低音から高音までバランスのいい音質になって、めちゃくちゃクオリティ上がってます。低音はイヤーファンらしい迫力のある音質ですが、ボワーっとする感じも全くなく、リン
輪郭のはっきりとした質感ですね。前作のエアポロ3はボワッとするほどではないにしても結構量があって、一番この低音にね存在感があるので、やっぱりロックや EDM 特化って感じがしましたが、エアポロ4はフラットより少し多いかなっていう程度なので、どんな音源でも違和感なく自然に表現してくれます。ボーカルもこのしっかり前に出てくるし、低音も整っているからこそ埋もれる感じもないです。エアポロ3はやっぱり低音が多いので、楽曲によっては少し低音に被って不鮮明に感じることもありましたが、エアプロ4はね全く問題ないと思います。例えばハンバートハンバートとかのアコースティック系の繊細な表現と、男性とこの女性ボーカルの混ざりも結構良くて、ボーカル表現のクオリティは相当上がってますね。高音はエアプロ3と比べるとかなり上の方まで出るようになったので、バイオリンやシンバルの音も細やかに楽しめます。エアプロ3は結構ね高音が控えめで低音寄りの音質でしたから、正直バイオリンの響きなどはそこまで楽しめませんでしたよね。なので例えば、まあ、ザ・イエロー・モンキーの砂の塔なんかはギターなどのバンドサウンドにピアノとバイオリンが組み合わさった楽曲なので、エアプロ3だとどうしてもバンドサウンドの方が勝ってしまって、バイオリンの音にあんまり存在感なかったんですよね。でもエアプロ4はこのバンドサウンドとピアノやバイオリンもしっかり共存した一体感を楽しめて、繊細さを表現できるようになったのが一番の進化ポイントですね。ジャンルは本当にこのオールジャンル楽しめるバランスの良さですが、少しだけこの低音を多めにしてるのがいいんですよね。やっぱりフラットすぎるとそれはそれで味気なく感じることもあるとは思うので、少しだけこの低音は多めにして繊細な音も楽しめつつ、ノリの良さもしっかり感じられる結構絶妙な音質で、日本人が好みそうなバランスだなと思います。それから音質に影響のあるコーデックですが、まあ、SBC、AAC、LDAC、AptX、Adaptive、AptX、Lossless と、もう欲しいものすべてに対応してますし、 LE オーディオにも対応しているので LC3 コーデックも使えますから、もう全く隙がないですね。特に前作の AirPro 3では非対応だった LDAC にも対応したので、多くの Android スマホで高音質を楽しめるようになりました。一応僕がレビューしたのが AptX Lossless で聞いた音質で、まあ、この図を見ると分かりやすいですが、 LDAC の 990kbps よりも多い 1100 から 1200kbps のデータ量までロスなくワイヤレス再生できるので、より解像度も高く高音質に感じましたね。 AptX Lossless 対応のスマホがどれか分からないという方も結構多いと思うので、下の概要欄かコメント欄で探し方を紹介しますので参考にしてみてください。それにアプリでこのように LDAC を選んだり AptX Adaptive などを選べたりとかなり分かりやすくなってますし、接続が不安定な場合は安定した接続を優先というのを選ぶこともできます。正直ね、これだけ安くても Qualcomm の最新チップを搭載していますし、 Bluetooth バージョンも 5.4 なので接続の安定性も高いですから、この安定した接続が優先というのを選ぶことはあんまりないんじゃないかとは思います。そしてここが重要なんですけども、注意点としましては、 LDAC をオンにすると2台同時に接続できるマルチポイントは使えなくなってしまうので、どちらかを選ばないといけないんですよね。ここはね結構悩ましい部分ではありますが、なんとね AptX Adaptive と Lossless はマルチポイントと一緒に使えるみたいなんですよ。なので AptX Adaptive Lossless 対応のスマホを使ってる方の方が最大限スペックを使えるイヤホンと言えますね。あと iPhone を使ってる方もハイレゾを楽しむことはできませんが、アプリで音質を好みにカスタマイズできます。これ AirPro 3を紹介した時と比べるとかなりアプリの UI 分かりやすくなってますよね。このようにロック、ポップス、あとまあこのジャズとかダンスとか各ジャンルに合うプリセットが用意されているので、選ぶだけで簡単にね音質をカスタマイズできます。結構な数がありますよね。でさらに低音ブースト 1,2,3 とか、高音ブースト、低音弱める、高音弱めるとかも 1,2,3 と段階ごとに細かく用意されているので、ここまでプリセットの量があるのは珍しいですよね。もちろんカスタマイズもあるので、自分でこうやって操作して好みの音質にねカスタマイズできますし、自分の聴力に合った音質にしてくれる適応イコライザーというのもあるんですよ。これボリュームバーをねこうやってね左右にスライドしてビープ音がちょうど消えるところを見つけるということで、こんな感じでまあ一番大きくするとブブブって鳴ってるの分かりますかね。これが聞こえなくなるとこまで設定します。でこれくらいかなと思ったら次、やっぱり高い音の方が聞こえやすいからちょっと下がりますね。うん、高い音の方がやっぱ聞こえやすいですね。やっぱね、でこれくらい高くなると逆にちょっとやっぱ人間の耳には聞き取りづらくなるかもしれないですね。これくらいですかね。で、そうするとこんな感じでカスタムを作成してくれます。これ複数ね、イコライザー保存しておくことができるので、試してみてください。それからノイズキャンセリングについて、10段階で強さを表現すると、
9点ですね。めちゃくちゃ強力で、本当にこの3万円から5万円のイヤホンにつけるレベルの点数なので、この価格ではトップクラスに強力なのは間違いないです。AirPro 3は8点とつけているので、より強力になって、電車のこのゴーっていう低い走行音は、もう軽く音楽を流すだけでほぼ聞こえなくなりますし、人の声のような比較的高い音もより軽減できるようになったので、カフェなどで使うのもいいと思います。イヤーファンのサイトでノイキャンの効果を体験できるようになっているので、そちらの映像をどうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。本当にね、こんな感じでここにね、音楽を軽く流せばもう周りの音はほぼ聞こえなくなるっていうのがよく分かったんじゃないかと思います。しかもこのように使いやすいように様々なモードが用意されていて、深いノイズキャンセリングは一番強力なモードですね。で、バランス ANC というのが、まあ、あまりノイキャンを強くしすぎて圧迫感を感じないようにバランスを重視したモードですね。で、 AI 環境適用型ノイズキャンセリングというのが、このアイマークをタップするとこれ説明が出てくるんですけど、まあ、簡単に説明すると、まあ、周囲のノイズと装着状況をリアルタイムで検知してノイキャンの強さを自動調整してくれます。で、もう一つが AI イヤー適用型ノイズキャンセリングというもので、これも説明見ますと、まあ、簡単に説明すると、まあ、周囲のノイズと装着状況をリアルタイムで検知してノイキャンの強さを自動で調整してくれる、いわゆるアダプティブノイズキャンセリングなので、2つとも自動で調整してくれるモードですね。そして最後の風ノイズキャンセリングが、風が当たってボフボフボフって言ってしまうのを軽減してくれるモードですね。まあ、実際にこうやってね、風を当てて確認してみましたが、完璧にね、ボフボフボフっていうのがゼロになるわけではありませんが、強いノイキャンと比べるとかなり軽減できているので、風が強い日やランニングをするときなんかは風ノイズモードをオンにするといいですね。そしてイヤホンを外さなくても周りの音を聞くことができる外音取り込む機能も10段階で表現すると8.5 点ですね。正直9点をつけても全然いいくらい周りの音をはっきり取り込んでくれるんですけど、まあホワイトノイズが少し多めかなっていうのも考慮して 8.5 点にしました。前作の AirPro 3は8点だったんですけど、ホワイトノイズの量はほぼ変わらずに、取り込む量は AirPro 4の方がね、増えてるので、かなり聞き取りやすくなりました。この価格で 8.5 点っていうのもまたすごくて、あまり比較に出すべきではないとは思うんですけど、JBL の完全ワイヤレスイヤホンでもノイキャンが8点、外音取り込み機能も8点とつけてるので、この価格でこれだけね、外音取り込み機能とノイキャンのクオリティが高ければ、もう何も文句つけようがないレベルですよね。それから低遅延にできるゲームモードも搭載で、なんと約 0.05 秒の遅延ということで、かなり遅延を少なくできます。AirPro 3は約 0.055 秒の遅延ということで、若干ではあるんですけども、より遅延も少なくなって、音ゲーとかでなければ問題なくゲームを楽しめるし、あとはその映画とかね、動画も楽しめます。あと新たに装着検出の機能が搭載されました。イヤホンを外すと自動で再生が止まって、でまたつけるとね、自動で再生が開始される便利な機能なんですが、今までのイヤーファンでは搭載していなかったので、まあ要望が多くて搭載してくれたんですかね。かなり使いやすいと思います。それとイヤホンを探すという機能も搭載で、音楽を再生というのをね、これオンにすると、こんな感じで。結構大きな音を鳴らしてくれるので、見つけやすくすることができます。それに Android のスマホの場合は Google Fast Pair で接続するとデバイスを探すというアプリにも対応しているので、こんな感じで地図上にね、最後に接続を確認できた場所を示してくれたりもします。ここもね、価格を考えるとかなりすごいですよね。それから操作内容もかなり細かくカスタマイズできて、1タップ、2タップ、3タップと長押しを候補の中からね、好きな操作に割り当てることができます。音量の上げ下げや曲送りや曲戻しはもちろん、まあ、音声アシスタントも選ぶことができますし、あとゲームモードも選ぶことができるので、ゲームをするときにね、いちいちアプリ立ち上げなくてもいいので、かなり使いやすくできますね。あとあるあるなのが、僕は常にノイキャンをオンにして音楽を聴いていて、周りの音を聞きたいときのみ外音取り込み機能をオンにするので、オフですね、まあ、このノーマルモードっていうのを全く使わないんですよ。結構そういう方いると思います。その場合はノーマルモードをこうやってね、オフにすることもできるので、ノイキャンと外音取り込み機能スムーズに切り替えできて、これも便利ですね。これはこの長押しのこのノイズコントロールという部分をタップすればこのようにね、選択することができるようになってます。ただ非常に自由度高くカスタマイズできるのは便利なんですが、タップしても何も反応がない、
まあ、何もならないのでしっかりタップできてるか分かんないんですよね。例えばこのピーとかでもパーとかでもいいからしっかりタップできているのか、アクションが返ってくるとより操作しやすいと思います。そして最後に LE オーディオのオンオフを行うことができるようにもなっています。あと一番下にね、このオーラキャストというふうに書かれていると思いますが、超最新の機能オーラキャストにも対応予定となっていて、まあ、簡単に言うと複数の人に同時に音声を届けることができる機能ですね。例えばこのジムとか、まあ、公共の場に設置されたテレビの音声を自分のイヤホンで聞けたり、あとは空港とか駅でのアナウンスを自分のイヤホンで聞けるようになるというふうに言われています。というのもね、まだ全然時代が追いついていないというか、将来的な話ではあるので、それだけ最新の技術にもこの価格で対応できるっていうのが本当にすごいところですよね。それから通話音質を確認していきましょう。はい、こちらですね、イヤーファン AirPro 4で録音した通話音声になります。音声の感じはどうでしょうか。はい、でこれがピンマイクで録音した音声ですね。車の通りが多い道路沿いの音をこのスピーカーから流しているので結構騒がしいと思います。バイクの音も結構聞こえます。はい、でこちらですね、イヤーファン AirPro 4の音声ですね。どうでしょうか。しっかりノイズ除去できてますかね。音声の感じはどうでしょうか。はい、でこちらですね、イヤーパン AirPro 3で録音した通話音声になります。音声の感じはどうでしょうか。はい、でこれがピンマイクの音声ですね。バイクの音結構聞こえます。はい、でこちらイヤーパン AirPro 3で録音した通話音声ですね。どうでしょうか。何か違いありますかね。音声の感じはどうでしょうか。はい、今ですね、録音した通話音声確認しました。結構ね、通話のクオリティも上がってるんじゃないかと思います。ただ両方とも若干その音が割れ気味ではないかなと思います。一応その AI 技術を採用することで、ノイズの除去もね、明らかに精度高くなってるし、音声もね、若干クリアにはなってるかなと思うので、通話音声も1万円以下と考えるといい方なんじゃないかなと思います。はい、ではね、メリットデメリットと、あと AirPro 3とのスペックの違いを最後にまとめます。本当にね、この価格で3万円くらいの完全ワイヤレスイヤホンと同等クラスの性能になっているので、5点満点はもう当たり前というか、もっと上げたいくらいのレベルで、まさに規格外ということですよね。もうこの基準に収まらないです。デメリットとしては、まずタップした時に何も音が鳴らないので、しっかりタップできたかどうかわかんないんですよね。まあ、ピーとかパーとかでもいいので、何かタップできたことが分かるアクションが返ってくるとなお使いやすいと思います。あと LDAC とマルチポイントは併用、まあ、同時にオンはできないので、ここは把握しておいてほしいところですね。でも本当に強いて言えばこれくらいで、圧倒的にメリットの方が大きいし、もうそこまでイヤホンにこだわりがない方であれば、大半の方がこれを買っておけば間違いないレベルだと思います。現状1万円以下ナンバーワンなのはもう間違いないですね。そして AirPro 3と FreePro 3を比較するとこんな感じですね。チップもBluetooth のバージョンも最新のものが使用されていますし、それに伴って省電力になったのか、イヤホンの重量は変わらずに再生時間も向上しています。ノイキャもこの価格ではなかなかない9点とつけているので、多くの方が満足できると思いますし、装着検出が新たに搭載されたので、付け外しするだけで自動で再生一時停止してくれます。コーデックも LDAC やね、AptX ロスレスに新たに対応して、この価格でここまで対応しているのはなかなかないですよね。最新技術オーラキャストにも対応させることができますし、遅延もより少なくなって、全体的にかなりパワーアップしているのが分かったかと思います。これで1万円以下ですからね。本当に恐ろしいほどのコスパで、まさに価格破壊と言えるインパクトがありますね。もうかなり衝撃が強いです。でしかもクーポンコードもいただいているので、購入する際はね、さらに安く買えますから、まあ、下にねクーポンコードとリンクを貼っておくので、ぜひね活用してみてください。それではこの動画良かったと思う方は、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ラーマオでした。